アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和5年6月4日、場所は神戸王子スタジアムにて、2023X リーググリーンボールチャレンジジュニアトーナメント準決勝、大阪ガススカンクス対磯野スーパースターズの一戦が行われます。試合開始は14時40分キックオフ予定です。両チームその試合に先立ちまして、早くもサイドラインになりまして、その試合開始の時を迎えております。現在両チームによるコイントスが行われております。手前側に陣取りますのが X2 に所属しております、本日カラーのユニフォームイエローをまとっております大阪ガススカンクス。近年優勝争いに常に食い込んでおりまして、その台風にあります戦国リーグ X2 ウエストを逃げ出しているその1チームになります。対しましてその反対側に陣取りますのがホワイトのユニフォームをまとっております磯野スーパースターズ。こちらは今季より X2 参戦となりましたチームです。昨シーズンは X3 にありましたが、このジュニアトーナメントで躍進を遂げまして準優勝を果たし、その勢いと余勢を買いまして一気に X3 を制覇、そして入れ替え戦も勝利しまして、今季より X2 に復帰する形で参戦する格好になりました。その X2 に挑む初戦、その試金石となりますこの、ジュニアトーナメント、さっき同様に今回も準決勝に進んでまいりました。そしてこの両雄の対決は昨年の、ジュニアトーナメントの決勝トーナメントの対戦相手でもあります。因縁の対決になりますこの準決勝、果たして勝利するのはどちらでしょうか。磯野スーパースターズのキックオフ、大阪ガススカンクスのリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式ゲージで行われます。早速チャット内のメッセージありがとうございます。佐藤豊様、大阪ガス頑張りのメッセージ、大阪ガススカンクスのエールになっていると思います。さあこの声に応えられるでしょうか。大阪ガススカンクス、磯野スーパースターズも東近江、そして岐阜にありまして、その地にありましてのアメリカンフットボール普及に邁進しているその期待に応えられるか、この戦いに注目しましょう。鴨根さんも応援メッセージありがとうございます。現在は大阪ガスの方がチャットメッセージの方を優勢な形になっております。さあその試合は磯野スーパースターズのキックオフで始まります。磯野スーパースターズキックオフキッカーは1番の美濃浦が務めます、岐阜大学出身。対しまして大阪ガスはリターナーに6番と25番を配置しました。さあその手前にいるブロッカーにボールを託しましてのリターン、さあビッグリターンを避ける形になりましたが、しかし大阪ガスは自陣35ヤードからの攻撃を確保する形になります。この位置から大阪ガスの攻撃が始まります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは大阪ガスの攻撃です。大阪ガス自陣35ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずはランニングバックに託しての中央へのランプレー、ハンドオフ手渡ししまして中央突破を図らせましたが、これは磯野ディフェンス集まりよくゲイン1ヤードに留めております。ボールを持った選手が倒れるまでが1回の攻撃獲得距離です。これによりまして1ヤード前進、従いまして大阪ガス2回目の攻撃に入ります。大阪ガス自陣36ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は9ヤードとなっています。大阪ガススカンクスセカンドダウン、
さあ次はパスプレーに転じました。攻撃チームが攻撃の開始点より後方より前に一度だけできるな前パスを右にいるワイドレシーバー88番に投じました。88番、これをジャンピングキャッチしまして結果的にキャッチしタックルされた地点までの前進距離となりました。約6ヤード獲得しています。パスを取りました大阪ガスの88番は林です。大阪体育大学出身。従いまして大阪ガスは3回目の攻撃に入ります。大阪ガスサードンス2ボールオン、失礼しました、攻撃権更新、必要距離は2ヤード。このパスは不成功。再び右に展開したワイドレシーバーへのパスを投じましたが、このパスをレシーバーキャッチミス、前パス失敗となりました。前パスが失敗となりますとその攻撃は元の地点、ボールの位置は元に戻され、攻撃権は1つ失います。従いまして大阪ガスはフォースダウン2の状況になります。さあこの最後の攻撃権で大阪ガスは体型を変えました。パントフォーメーションを選択しています。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。しかしそのキック力により陣地挽回を図ります。さあこのパント絶妙なバウンドで転がりまして、ボールは磯野陣の20ヤード付近で止まりました。この位置で攻守交代となります。大阪ガスまず最初の攻撃は結果的にはフォースダウンパントという形でその攻撃を得点に実らせることはできませんでしたが、しかし陣地を大きく相手側に押し返した形で譲渡する形になりました。磯野は自陣20ヤードの位置からの攻撃という形に変わります。ここから磯野の攻撃に変わります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃をいかに駆使して得点を上げるか、あるいは陣地を優位にするかという競技になります。磯野スーパースターズ自陣10ヤードでした自陣10ヤードからのファーストダウン10。磯野も1回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離10ヤードの状況に挑みます。さあこちらはいきなりパスから入りました。そのパスは成功、ファースター。クォーターバック18番、ここでランプレーをフェイクにしましてワイドレシーバー11番にパス。これを11番倒れ込みながら見事にキャッチしまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファーストダウン。さあまず最初のプレーで磯野は攻撃権更新を果たしまして自陣25ヤードに入りました。この位置から磯野スーパースターズファーストダウン10。さあしかしここ大阪ガスの素晴らしいディフェンスを見せる。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。この反則は果たしてどちらにあったか、まもなく審判団からコールされます。黄色いファールマーカーが投じられます。ディフェンスの反則です。ブラスティングフェイスマスク、相手選手のフェイスガードを掴んで倒すという反則です。この反則は首に負担をかけるため非常に危険な反則として取り扱われます。反則の罰則重く15ヤードの罰則、そしてオートマチックファーストダウン、状況に関係なく攻撃は1回目に更新された形になります。従いまして磯野相手陣に15ヤード進んだ形でファーストダウン獲得となりました。ボールオンは磯野自陣40ヤードの位置に進みましての磯野スーパースターズファーストダウン10。ここで磯野はパスプレーを挟みます。プレーアクションから左にいましたワイドレシーバー15番にパスを通しまして約8ヤードのゲインとしています。見事パスキャッチをしました磯野スーパースターズ15番は伊藤、北海道大学出身。東北北海道学生リーグ出身のプレーヤーがこの X2 ウエストの舞台に挑んでおります。さあここで
しかし大阪ガスのナイスプレー。今度は右にいましたワイドレシーバー11番に短いパスを通しキャッチアンドランを図りましたが、これを大阪ガス21番見事に対応し1ヤードロスを奪っています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、交代をロスと表現します。見事なロスタックル決めましたが、大阪ガス21番の山村、近畿大学出身。磯野スーパースターズサードダウン33回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離3ヤードをどのようにして突破するでしょうか。ランプレーを投入しましたが、これは大阪ガスが止めました。中央突破によりこの3ヤードを一気に打開しようとしましたが、大阪ガスここはさすがは優勝候補という素晴らしいディフェンスを見せまして、この攻撃を阻止しております。磯野フォースダウンに追い込まれます。磯野フォースダウン3、パンプフォーメーションを取りました。こちらも陣地挽回を図ります。このパントは外へ蹴り出す形にしまして、大阪ガス陣35ヤード付近で外へ出ました。この時点で攻守交代となります。さあ双方ともこの試合の最初の1点目は共にパントという形に終わりました。この状況を打開をできる、得点に結びつけるシリーズを敢行できるのは果たしてどちらになるでしょうか。大阪ガス2回目の攻撃に入ります。大阪ガス自陣37ヤードからファーストダウン10。不成功。クォーターバック18番プレッシャー浴びながら見事なステップワークでパスを投じましたが、このパスを磯野見事なパスカットしましてパス不成功としています。攻撃権を一つ大阪ガス失いましてセカンドダウンに変わります。大阪ガスボールオンは変わらず自陣37ヤードからセカンドダウン10。さあ今度はパスが成功しました。左にいましたワイドレシーバー22番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。パスを通したクォーターバック18番は岡、取りましたワイドレシーバー22番は政権、ともに関西大学出身のプレイヤーです。6ヤードのゲイン。大阪ガスサーラン4。さあこの4ヤードどちらが取るでしょうか。パス成功、ナイスディフェンス。この距離を大阪ガスクォーターバック18番パスにより突破を図りましたが、プレッシャーが厳しくパスを投げ捨てる形で終わりました。ここは磯野スーパースターズのディフェンスの圧力が勝った形になっています。大阪ガスフォースダウンに入ります。大阪ガスフォースダウン4、パントフォーメーションを選択します。このパントは磯野スーパースターズフェアキャッチとしましてリターンしませんでした。磯野自陣20ヤードからの攻撃と変わります。双方ともディフェンスが素晴らしいプレーを見せておりまして、その攻撃のリズムを乗せません。結果的に現時点では共にパントの応酬という形になります。アメリカンフットボールは陣地そのものは勝敗に全く関係がございません。いくら優位な位置であっても最終的には点取り合戦、点を多く奪った方が勝利するゲームとなっています。しかし陣地が不利、有利はそのまま得点失点に直結する状況を生みます。この陣地はその状況の優位不利を表すバロメーターとしてご覧ください。さあ磯野スーパースターズの攻撃に入ります。自陣20ヤードから磯野ファーストダウン10。さあまず右に展開してワイドレシーバー1番にパスを投じました。1番キャッチしましたが、その取った位置が
前進距離約1ヤードにとどまっています。田中選手からワイドレシーバー1番井上選手へのワイドレシーバー1番は井上でした。磯野スーパースターズセカンドダウン9ボールオンは自陣21ヤード さあここでランプレーが出ます。ランニングバック7番にハンドオフしまして7番左オフタックル付近を駆け上がって約8ヤードのゲインを獲得しました。磯野スーパースターズ7番は赤岡南山大学出身今度は東海学生リーグ出身のプレーヤーが活躍しました。しかし残り1ヤードが残った状況でのサードダウンに入ります。磯野スーパースターズ自陣29ヤードからサードダウン残り1ヤード。ナイスラン、ファーストラン。ここで再び中央へ並んで、ナニバック25番、一気に中央を切り上がりまして攻撃権更新を果たしています。磯野スーパースターズファーストラン。素晴らしいランを決めましたが、磯野スーパースターズ25番の宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。昨シーズン素晴らしい走りを持ちまして X3 制覇、そして X2 昇格を決めましたエースランニングバックがここでまず一つ素晴らしい仕事を見せました。先ほどのプレーで審判団の一人の方が負傷した模様です。現在レフリータイムアウトが入っております。試合再開となります。磯野スーパースターズ自陣41ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここで左にいましたワイドレシーバー4番へのパスでした。しかしこれは大阪ガスのカバーもありましてパス不成功に終わっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。磯野スーパースターズセカンドダウン10ボールオンは自陣41ヤードさあ今度は中央へのランプレー。ここはオフェンスラインが素晴らしい活躍をしました。ディフェンス殺到する中オフェンスライン自らの体をねじ込みましてキャリア22番のランプレーを確保して約5ヤードゲインとしています。5ヤードほどゲインしております。磯野74番の岩瀬静岡大学出身のプレーを筆頭に素晴らしいオフェンスラインの壁が圧力をかけております。磯野スーパースターズサードダウン5。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック18番ここでプレイアクションパス素晴らしいタイミングパスをワイドシーバー15番に通しまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファーストダウン。鮮やかなプレイアクションパスを投じましたクォーターバック18番は田中岐阜大学出身取りましたワイドレシーバー15番は伊藤北海道大学出身のプレイヤーです。そのスーパースターズ相手陣43ヤードに入りましたのファーストダウン10。
これは大阪がすんなりしてるんです。クォーターバック18番、ここで自らのキーププレーを意図的に展開しました。決め打ちに近い形でその走力を生かさんとしましたが、これは大阪ガス13番見事に対応しましてノーゲイン。しかし大阪ガス近くするラインバッカー59番田中宏樹選手がタックルをしましたのは59番のラインバッカー田中でした。龍谷大学出身、磯野スーパースターズセカンドダウン10、ボールオン相手陣43ヤード。ここで今度は左に展開したワイドレシーバー9番にパスを通しました。9番タックル受けながらセカンドへフォトで最終的に9ヤードのゲインを果たしています。素晴らしいセカンドへフォトを見せましたのは磯のスーパースターズ9番の清水、金沢大学出身、今度は北陸学生リーグの出身のプレイヤーです。さあここでランプレーを投入した。キャリア7番、その期待に応えて攻撃権更新になったでしょうか。攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースダウン、ランニーバック7番見事に期待に応えまして攻撃権更新を果たしました。7番は赤岡です。南山大学出身、これにより磯野相手陣32ヤードに入りましたのファーストダウン10。パス不成功、ここでロングパスを投じようとしましたクォーターバック18番、しかしプレイアクションした際のパスカバー厚く、そのターゲットを見つからなかったためパスを投げ捨てる形になりました。パス失敗としましてセカンドダウンに変わります。磯野スーパースターズセカンドダウン10、ボールオンは相手陣32ヤード。パス不成功、今度は右に展開した1番へのパスでした。しかしこのパスはショートしパス不成功となっています。磯野サードダウンに入ります。磯野スーパースターズ相手陣32ヤードからサードダウン10。パス成功、ファースト。ここで左に展開したワイドレシーバー4番にパスを投じました。4番相手ディフェンスのカバーをかわしまして見事キャッチして攻撃を更新、磯野スーパースターズファースター。見事にパスキャッチしましたのはワイドレシーバー4番の市野、岐阜大学出身。そのスーパースターズ相手陣15ヤードからのファーストダウン10。ここで中央へのランプレーを投入します。ランニバック25番ハンドオフを受けまして密集点を突破、約3ヤードゲインとしています。キャリア25番は宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。ここで第1クォーター終了となります。第1クォーター終わりまして大阪ガススカンク数0点、磯野スーパースターズ0点で攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。